散々村のみんなの雑用もこなしてきましたよ、私。やはり空から落ちてきた人はうるせえな、黙れよ。電木の旦那のしかめっ面、どのように変化したか見に行こうぜ。電木団長に任務完了の報告をする。いいね、みんな勢ぞろいやね。空から見ていたけど、大迫力の戦いだったね。いつの間にウォーグルを。アイラさん、キングとクイーンを沈めて、これからどうなるのかな？私が聞きたいんですが、それ。クレベースを沈めることの是非はまだ分かりませんが、良き戦いでしたぞ。いや、いいことよ。だって、まあしんどかったんやろ、クレベースだってさ。こんなとこにもぐらいがおるんやね。ねえ、あれは片方、目が赤いやつってことか？カチコール。若干大きさ違うよね。なんかあっちの方に。あれがあれか？電木団長のところかな。これで、私はこの先どうすればいいんすかね。これで全キング沈めたことになるんやろ？そういえばあれやね。迷子のお姉さん、見つけてないね。どこに行ったって言った？天眼の山麓に行ったって言ったっけ？そんな名前やった？天眼の山麓とかいう名前やったっけ？そこも曖昧になってきた。すべてのキングが荒ぶったキングをすべて沈めたか。はい。一連の事件の理由は不明のままだが、とにかく片がついてよかった。時空の裂け目から落ちてきた得体の知れないお前が、失意に安寧をもたらしたな。ちょっとなんか嫌な感じやけど。そう。明日から普通の日々が始まるな。でも時空の裂け目はあるまんまなんやけど、それは、OK なん？芋づる店員って需要を取れ。体をゆるりと休めろ。銀河団が安心して失意で暮らせるようになるまで、調査隊の仕事に終わりはない。何？俺たちの戦いはまだまだ続く的な。メイン任務、眠れる雪原キング達成。おなじみやね。おなじみって言っても私寄り道しまくりよるけん、毎回超久々なんやけど。ムベさん、いつもの芋餅、今日はたくさんプリーズです。あと、美味しいものがあれば、どんどん持ってきてくださいね。美味しいもの、すごいふわっとした注文やね。きっちり頼んでくれた方が助かると思うけど。クレベースも静まったから、水のあちこちを調査できるよな。何もしていないクレベースまで沈めるのは、と考えていましたが、結果としてはみんなが安心できてよかったです。まあほら、暴れうる側もしんどいみたいなこと聞いたけんね。アユナが落ちてこなかったら、荒ぶったキングたちによってとんでもない被害になっていたのかな。まあ平和ではなかったかもしれない。すべてのキングを沈めても時空の裂け目は消えないんだな。でも、時空の裂け目がなくなったらアユナは戻れなくなるのか。それは困るね。そうかな。そうだねと断言はできんけど。調査すればいいのです。それに、アイナくんの居場所は、ここ寿村ですから。さあ、明日からも大変ですよ。いや、そんな勝手なことを言えるけどさ、私は今までの人生というものもあったわけやろ？時空の裂け目の向こう側での。僕たち調査隊の目標は、ポケモン図鑑の完成ですからね。図鑑ちゃんと全部埋まる？めちゃくちゃポケモンの種類おるけどさ、たったこんだけの場所で全てのポケモンが捕まえれるとは思わんのやけど。みじんも。アユナがいればポケモン図鑑も完成しますよ。そうだ、俺アユナに助手をしようか。何よ、てるくんも立派な調査隊員です。そうだよ、自分の仕事は自分でやって。まあそんなことありますけどね。よし、たらふく食ってたっぷり寝よう。君は普段一体何をしてるんだいってぐらい全く見かけんけどね。何？どごーご。何？鳴き声？メイン任務異変。メイン任務異変？怖いんだけど何か起こった？何ですか？なんか空の色おかしくない？え、こんな紫色の空じゃなかったよね。あゆな、大変なことになっちまった。なに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 ？この世の終わり？キングを沈めたのに。何か知ってるの？時空の裂け目から何とも言えないエネルギーが溢れ、空が赤く染まったのです。なんだよ、何とも言えないエネルギーって。伝言がある。団長が即刻参れと。おう。まがまがしい。そうとしか言えない空となったな。なんだよ、旦那。キングを沈めた後の話し合いだよね。いや、この状況でそれは違うやろ。それよりも確認すべきことができたのでな。アユナが落ちてきたその夜に不思議な雷も落ち、ワサギリたちが荒ぶり出したな。何かしらの関連を疑うのは当然だろう。また雷？もしかして。アユナよ、お前は何者だ？いや、知らんけど。わかりません。そうであろうな。時空の裂け目を通じて、お前と荒ぶるキングたちは繋がっていたのではないか。何？私が黒幕説？キングを沈めていくことで、私たちの信用を得ていたのか。して今度は何をする？何を企んでおるのだ。旦那？何もアイナさんが何かをしていると決まったわけでは。んとよ、決めつけは良くないよ。そうだぜ。アイナがそんなすげえ力を持つとかありえねえだろ。それはそう、なんだ、バカにされてるのか？潔白であると言い切れるのか？時空の裂け目から落ちてきた人間だぞ。まあね、宇宙人みたいなね、得体の知れん生物かもしれんけど。誰が素性を保証できるのだ？誰が大丈夫だと保証できるのだ？それは、鬼の証明だよ。アイナさんに疑惑がないことの証明だなんて誰にもできないよ。何鬼の証明って。無理難題ふっかけるなって。アイナはどうすりゃいいんだよ。調査の機会を与える。ただし、銀河団としてではなく、疑いを晴らさねばならぬ。一人の容疑者としてだ。嫌な呼び方。ことべき村では、空から落ちてきたお前を怪しむ者もいる。それゆえ、銀河団を退団してもらう。マジで？ここまで、なんなら私しか動いてないぐらいめちゃくちゃ貢献してきましたけど。異変の理由が判明するまで。いや、事態を解決して、身の潔白を証明できるまで、ことべき村に入ることは許さぬ。村も？マジで？何？野宿？ひでえよ。良いな、島星。はい。なんと無情な。アイナさんを信じないの？かばい立て無用。銀河団の団長である私の責任において果たすべき責務。これまでの功績、お前の異能は認めている。それゆえとりあえず自由にするのだ。いやー、異国の地で自由にされましてもね。追放ですか？はぁ？ほんとはぁだよ。決定である。行くぞ。悲しい。こちらだ。みじんもついて行きたくねえよ、私。うわ、もう誰も話してくれない。悲しい。そっちが村の出口だということぐらい分かってるよ。みんなめちゃくちゃ怖い。私じゃねえだろ、怖いのは。何が怖いだ？散々村のみんなの雑用もこなしてきましたよ、私。めちゃくちゃこなしてきましたよ。やはり空から落ちてきた人はうるせえな、黙れよ。黙れよ。ここまでです。承知している。だが、この者は私の一存で入団させた。原野ベースまで同行し、責任を持って銀河団から追放する。私この服もひっぺがされる感じ？団員服。俺も行くよ。もちろん僕もです。許可する。行き先は原野ベースですね。ご無事で。まああれか、野宿って言っても、ベースで休むことになるっていうだけか。まあ今までも家になんか戻らんかったしな。基本。ボスもひどいよな。ああいうのは任務でキングを沈めただけなのに。そうです。空から落ちてきたとはいえ、アイナ君に空を赤くする力なんてないですよ。It's an unforgivable decision. Unforgivable decision. 非科学的です。科学者として断固抗議するのです。アユナはこれ以上困らせるな。アユナをかばうことで、博士たちに類が及べばどうする。だが、君に感謝している人間もいる。関や海がそうであろう。むしろなんでそんだけなんだよ。もっといろんな人助けたぞ、私。そうです。混合団、真珠団であれば、アイナ君をかくまってくれるかも。と言っても、関さんも海さんもそれぞれの集落に戻られましたし、あの流れでそんなすぐ帰っていく、かくまえや。菊井さんなら巨木の戦場にいるだろうけど、米さんはどこにいるのか。命令する。のたれ死にするな。調査のための便宜は図っておく。いいか、希望も賞賛も、所詮は他人の感情。重要なのは君自身がどうあるべきかを強く持つことだ。始まりの浜で語ったポケモン図鑑完成の夢。君がいないと叶わないのです。そんなこと言われましてもね、それは知らんがな。どうしか。おらんくなったんかと思った。なるほどね。まあ、今度からここに寝泊まりをしろということなのだろう。あれ？私この制服はひっぺがされたりせん感じ？ポケモンも今まで通りやし。待って。菊井を訪ねる。巨木の戦場に行けってことね。はぁ、大変なことになってしまった。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、まあ、全キングを沈めたところで平和になりました、ちゃんちゃんって終わることはないと思ったけど、主人公の謎が全く解けてないしね。でもまさか、敵視されて追放されるとは思わんかったね。どうなるんやろう。正体は私も知りたい。